沢蘭子は、日本の女優である。新刊辞表記、沢蘭子。出生名、沢静子。松本四郎との婚姻時の本名は、松本静子。死去時の本名は、沢静子。旧芸名、泉蘭子。泉蘭子,子。沢蘭子。帝国キネマん芸が制作、配給して、大ヒットとなったサイレント映画、カゴノトリのヒロインとして知られる。 1903年7月25日、宮城県仙台市東六番町に生まれる。父は、漢学者の沢光二郎である。出生名については、1933年版オール小畜俳優名館では、沢静子とされ、死去時には、本名は、沢静子である旨の報道がなされている。父の実家のある、千葉県千葉市で育ち、旧姓。 千葉市立蘇我小学校を卒業後に、1916年4月に、東京へ転居して、旧制、東京家制女学校に進学する。1919年5月に同校を、中途退学して、同年1月に設立された宝塚音、楽歌劇学校に入学する。宝塚歌劇団9期生。同期生に、桂吉子、角田、足子、辰巳澄子。 なら宮子らがいる。芸名は小倉百人一首の第27番、中納言金助の、亀原脇手流るる泉川南寺三木とてかれん、シカルラムから泉蘭子と命名した。1920年3月に、宝塚少女歌劇団の第25回公演、毒の花園で、初舞台を踏み、娘役として活躍する。1921年7月の夏季公演第1部では、 ネブイーライフに平和の女新薬で主演したが、同年に作曲家の松本史郎との恋愛が問題になって宝塚少女歌劇団を退団した。退団後に満18歳で松本と結婚している。やがて東京に戻り、1923年3月に小竹蒲田撮影所に入社。早くも同年6月には日活向小島撮影所に移籍。 同年6月14日に公開された和歌山治監督の火炎を浴びてに、沢蘭子の名で出演したが、同年9月1日に起きた関東大震災に被災した同撮影所は壊滅した。翌1924年5月25日、帝国キネマ演芸に移籍し、沢蘭子と改名して同社の足や撮影所に所属した。 同年6月26日に公開された沢の主演作レンボ地獄は沢と同じ日活向島から来ていた若山治が監督して大ヒット沢は人気スターになる続いて同年8月14日に公開された松本栄一監督の籠の鳥に主演同作は帝国金で魔装立以来最大のヒットを記録した 1927年2月9日に公開された松本栄一監督の馬車とらを最後に退社、休養に入った。同年5月15日、日活に復帰、京都の日活大将軍撮影所に所属した。同年7月1日に公開された稲聖一監督による浮世舎に、主演、同作は、沢蘭子復帰第一回出演作として制作されたものである。 同撮影所に所属した俳優のみノべすむとの恋愛失踪事件を起こし、1929年11月、退社を余儀なくされる。1933年版オール小畜俳優名館、及び芸能人物辞典、明治大正昭和には、この時、みノべと沢は結婚したと記されている。一方、日本映画俳優全集男優編の岡常時のには、 事実上の結婚をしていたと記されている。王の香る、この、F、ミマみま二 P285 にも、沢さんは、岡城寺と入籍していませんでしたとの中村万作の証言が載っている。1930年には一時期、泉蘭子の名で、帝国記念マ演芸の映画に出演した記録がある。1931年5月、美野部と共に、松畜蒲田撮影所に入社。 この時、ミノベは、岡常時に改名している。1932年10月27日に、公開された、島津安次郎監督による、陶器作品、歓喜の人よでは、岡との主演共演が実現した。1936年からフリーランスとなった。同年、片岡チーズオプロダクションが制作した、女殺油時刻に出演、同年7月31日に公開され、 同作の沢の評価は高かった。翌1937年7月11日に公開された PCL 映画製作所製作、東方映画配給、伏水治監督による、白原は酒戸に出演したのを最後に映画界を去る。この頃、沢は満34歳を迎えるが、丘との関係を清算してアメリカ合衆国に渡る。同年7月31日、 横浜港を立つその戦場で、ハリウッドボールでオーケストラの指揮をするために乗船していた指揮者で、死者のこの絵秀でと知り合う。この時、この絵は、長兄の文みから、触らん子に触らんことと忠告を受けたが、アメリカ到着後に、ハリウッドでこの絵と同棲を始める。1938年には、ドイツの首都ベルリンで同棲生活に入る。ベルリンでは、声学と、 ドイツ語を学ぶ傍ら、この一尺夫人として、社交界でも活躍して、1940年2月に、娘を出産する。娘の名は、日本と中華民国との友好を願って、秋子と命名した。第二次世界大戦後は、1945年9月28日に、娘を栄養失調のために5歳で亡くしつつも、翌1946年には帰国した。 2003年1月11日の23時55分に、京都市下京区内の病院で老衰により成居。去年99。晩年は、同市中京区西の京南園町に住み、葬儀の際の模試は滋が山一流重生家元の中村万作が務めた。カゴの鳥のスチル写真、公開時21歳。1920年代前半、20代前半の写真。 すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。べて制作は、 日活向島撮影所、すべて配給は日活、すべてサイレント映画、さはランコ名義である。カゴの鳥特筆以外すべて制作は帝国キネマ、アシア撮影所、すべて配給は帝国キネマ演芸、すべてサイレント映画、さはランコ名義である。特筆以外すべて制作は日活対将軍撮影所、すべて配給は日活、すべてサイレント映画。 沢蘭子名義である。すべて制作は、日活渦政撮影所。すべて配給は、日活。すべてサイレント映画。沢蘭子名義である。制作、配給はすべて、帝国キネマ園芸。すべてサイレント映画。すべて、泉蘭子名義である。港の日本娘出演時、二29歳。夜ごとの夢出演時、二29歳。特筆以外すべて制作は、 松竹蒲田撮影所、すべて配給は、松竹キネマ、特筆以外すべてサイレント映画、以降すべて、沢蘭子名義である。下記の通りである。下記の通りである。泉蘭子に関するカテゴリー、ありがとうございます。